日本の次期戦闘機開発が始まっていますが、新進戦闘機のテスト飛行が終わった後に、話が二転三転しています。純国産で次期戦闘機を開発するために、日本はイギリス、イタリアとの共同開発計画に参加しているのです。今回は、その3カ国共同開発において XF9 エンジンが使用されるのか、見ていきたいと思います。F3 戦闘機開発計画は日英で進んでいますが、やっぱり純国産がいいよね。F3 戦闘機開発が加速されて、いずれは日本に導入されるのでしょうか。とはいえ、F35 戦闘機にも、かなり開発期間がかかっていますし、X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入した方が早いように感じるんですけど。嫌な仮定ですが、万が一 XF9 エンジンが使われなかったら、日本はどうするんでしょうか。タイトルに関する意見がネット上に溢れているようです。少し紹介してみましょう。日本機体の XF9 エンジン。残念ながら使われません。イギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンに決定してるんだよ。IHI のエンジンでいいよって言うなら、テンペストは、とっくに、F キャス、フューチャー、コンバット、エアー、システム、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システムに統合されて、フランスのスネクマ社製のエンジンを搭載してるはずでしょ。予算がついているよなんて、当然のことを仰々しく書いてるけど、国会を通ったんだから予算はつくでしょう。すごい金額だけど。F3 戦闘機については、ロールス・ロイスがエンジン開発の主体なんだから、日本は圧縮機とか、コアでないエンジン部分の開発や生産になるんじゃないかな。つまり主流ではないってこと。日本向けの F3 には、IHI が作ったエンジンをオプションとして載せるかも。日本が国産エンジンじゃなきゃ認めないと主張したら、日本用だけならできるんじゃないかな。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなるだろう。つまり、イギリスやイタリアだけの話ではなく、将来 F3 戦闘機が輸出されるとしても、IHI は何もできない。要するに、蚊帳の外ってことになっちゃう。F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないよ。日本向け以外はね。日本用には IHI の XF9 エンジンが載せられるだろうけど。EJ200 のタービン温度 1550°C というのはデビュー当時の数字。今わかった。って思うけど、こんなことで喜んでちゃ、お気楽極楽だよ。日本の IHI にタービンブレードを作らせたら即解決じゃないの？低中圧タービンブレードなら作れるって言うから、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という恥さらし。同じ国なんだから、日本メーカーがその尻を拭くのは当然。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンだけは手放さなかったよ。しかも、低中圧タービンよりずっと難しい高圧タービンでも、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかった。テクノロジーの魚。発表していないから、ロールス・ロイスの具体的な温度は不明。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より3割増出力。背後には、ハイスピードでの技術の進歩があるんだろうね。1550°C は EJ200 が開発された1980年代半ばに叩き出した数字。それから40年も経っているんだから、今の基準から見ればずっと下でしょう。技術は日進月歩で進化してるんだから。日本製のエンジンは使われないと思います。エンジンは実績が最重要。コンピューターが進化して、今は、正確なシミュレーションができるようになったけど、実際に使ってみないとわからない不具合は山ほどあるでしょう。実績皆無のエンジンを戦闘機に採用するなんて、まさに命がけですよ。高額費用を注ぎ込んで、そんなリスクを冒す必要があります。予算がついたから国産で行こうとなるとは限りませんよ。今までのように、日本は、
大金をはたいて完成品を買わせられることになると思っています。もし国産にするのなら、入札か随意契約になるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはずですよね。日本製エンジンは当然使われるでしょう。次期戦闘機エンジンの製造と機体設計については、とっくに予算がついてるんですよ。軍事に関する限り、ニュースでも利権が絡んだリークとか、観測気球みたいな記事がすごくいっぱい出る。軍事は動く桁違いに大きいせいなんでしょう。そういうニュースの精度はひどいから嘘に惑わされない方がいいですよ。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは設計まで IHI と契約が締結されているそうです。IHI が設計したエンジンを次は製造するという普通の順序でしょう。おかしくはないです。IHI が設計まで契約済み。今年度は製造に入るわけです。IHI が設計したエンジンを IHI 以外のどの企業が製造するんでしょうか？他の企業が作るなんてありえないでしょ。エンジン性能のネックになるタービン入り口温度は XF91 の段階で 1800°C 以上を記録。EJ200 戦闘機は 1550°C くらいですよね。この数字なのに、どうやったら間に合うって考えられるんだろう。脳天気すぎない？日本向けの F3 戦闘機には、日本のエンジンを乗せるってことは了承されてるんですよね。イギリスもイタリアも、自分の国の企業に金を落としたいというのは同じはず。ロールス・ロイス社だって、自前のエンジンをつけられるなら、つけけたいだろう。そんなことになったら、日本エンジンのライセンス生産？タービンブレードとか一部のネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択でしょう。今は、EJ200 のタービン入り口温度って一体何度なんでしょう？ロールス・ロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発。事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知られていないのかな？解決策として IHI にタービンブレード作ってもらったわけだけど、これについてもあんまり知られてないみたいだな。IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なの？製造しようかと、日本がとっくに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンって一体何があるんです？イギリスには、EJ200 しかないのに。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんで、この話って本当なんですか？ EJ260 だって、非力なエンジンを乗せてますよね。次期、戦闘機はどうやって飛ばすつもりなんだろう。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックだとか。だから、そこが何度まで耐えられるのか質問したいです。大事なところですよね。数字で答えがさっぱり出てこないんですけど。何かごまかしてる？トレントエンジンのタービンブレードはロールス・ロイス社が作ったものだったよね。ロールス・ロイス社が自力で問題解決できなかったので IHI が解決してあげたんだよね。でもそれを明らかにしてませんよね。なんで？ロールス・ロイス社の優位性に傷をつけたくないってこと？何のために印象操作しようとしてるんだろう？ロールス・ロイスは、高圧タービンは手放してませんって主張してるけど、中低圧で不具合を出したのに、自分たちで解決できなかったんですよね。1550°C ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理じゃないか。日本が次期戦闘機を使い始めるスケジュールには、どうやったって間に合わないんだけど。どんなにあがいたって無理だよ。イギリス国内向け戦闘機は、自分たちが作ったエンジンを使うはずだろうし、X240 エンジンにかもしれないけど、どっちにしても間に合うならね。